なんですってって、アドカは卑怯。400年ほど前に築かれた城塞都市です。はい。もともとはタイ王国の前線拠点として、帝国の金と技術により建造が始まりました。はい。けれどローベ家の当主は密かに王国への寝返りを画策していたの。はいはい。城塞の完成間近になって、画策であってる読み方、タイ帝国への防衛拠点として作り変えられ、城塞の完成とともにローベ家は王国への侵入を表明した。あー、裏切り者ですね。それ以降アリアンロッドが陥落したことはありません。敵の侵入を許さぬ白く美しい城壁と聖城は白銀の乙女の異名で呼ばれています。だいぶ顔がねじ曲がった乙女でしたけどね。帝国にとっては苦い思い出の残る恨めしき乙女というわけですな。我々の目からしてみたらもうね、鬼の形相ですけどね。その思い出私たち、あの顔思い出すたびに笑っちゃうな。過去は過去、今は今です。いい話してるのにな、ペトラちゃんが。堅牢さを誇るアリアンロッドを瞬く間に陥落させ王国軍に衝撃を与えてやろう。白銀の乙女の鉄壁の肌が傷物になってしまうわけだ。悲しいな。ドロゼアちゃんに突っ込まれそうな言い方だな。白銀なのに鉄壁、銀なのに鉄。ああ、言葉難しいです。まあ表現の話ね。リン君、変な言い方はやめてちょうだい。ああ、やっぱり突っ込まれたよ。守りの固い場所を攻めるんだから、仲間も傷つかないように注意しなきゃ。おお、ちょっとこの二人には頑張って回復してもらいましょう。みんな頼もしいわね。頼もしいか。それでは進軍を再開するわ。頼もしいわねみたいな感じでしょうか。この戦いフォドラの未来にとっても重要な意味を持ちますからな、先生。了解しました。さあ、ブスをぶっ潰しに行きますか。はい、ここから新しい録画分でございます。前回は顔芸を、顔芸ことブスを笑い転げてしまいましたが、目の当たりにして笑い転げてしまいましたが、シュヴァルツ・アドラーベイエはフェルディアへ進軍すると見せかけて、南方の城塞都市アリアンロッドに吸収す、アリアンロッドを吸収する。それはフォドラ統一後をも見据えたエーデルガルドの一手だったと。おい、あら、ありがとうございます。足りましょう、美女軍団でブスをぶっ潰しましょう。王とフェルディアへの侵攻を確実なものとするため、エーデルガルトは国境の要所に築かれた城塞都市アリアンロッド吸収を決断。一方アリアンロッドではブレーダッド家に仕える女魔導士コルネリアと、出たブス、大貴族フラルダリウス家の当主ロドリグラが守りを固めていた。いよいよ王国との初戦闘でみたいですね。はい、補充しての、はい、それじゃあこの戦いに向けて体制を万全にしてきまーした。おい、敵将の撃破ね。よくも私をたばかってアリアンロッドに攻め寄せてくれましたわね、コルネリアさん。顔芸してよ早く。ほら顔芸すんだろどうせ。おい顔芸しろよ。俺私もお招いていたわけではありませんの。殺してやる。さすがは白銀の乙女、目の前にするとその堅牢さがよくわかるわ。乙女と書いてブスと読む。特に正面の防備に力を割いているようね。僕もそう感じました。本体は正面を攻めて敵の目を集めている隙に別動隊で東門より侵入しましょう。はいはい、別動隊も用意しました。タイタニス、私の可愛い人形たち、敵を見つけ次第
殺しなさい。はい、いましたね、タイタニス。タイタニスっていうんだね。ついでに目障りな王国軍もいなくなってくれて構わないのですけれど。お前は何よ。どっち側？コルネリアの使う魔導の兵器ですか。うん、頼んだよ、こういうのは。実物がこれほどとは。こういうのは魔法使いがやっつけるお仕事なんだから頑張れよ。そうだね、開幕フェルディウス、フェリックスと、このロドリグという、まあ強敵2人とは相手にしなきゃいけないと思うんですけどね。なんだこのレバーは。なんだこの露骨に怪しいレバーは。まあいいや、こうやって敵が迫ってくるから、それを鋼の槍で受ける。しまった、銀の槍を持たすのを忘れた。で、あそこにいる、あそこでぼーっと突っ立ってるあいつはドルテアちゃんの一撃でやっつけられるんじゃないか。まあ、なんつった、しめさば握ってあげるっつった。この戦場、先制奇襲。この3人は本当にザ別動隊って感じ。ちょっと最初にこのつらが来るのが厄介だね。この2人はもう本当に返す刀でやっつけたい感じ。戦場に立つ以上覚悟はできている。ちょっと待ってね、斧が槍に強いから、アドラスティア皇帝マイル、銀の網、銀の斧、銀の網って。動物の森じゃないんだから。一歩引いて、さてどう攻めましょう。でこっちも銀の斧でやっつけましょうか。でダークスパイクを使えるので、私が切り開きましょう。さあ急ぎましょう。リスティアちゃんにも頑張ってもらいましょう。この戦いはちょっと長丁場になりそうですね。敵も多いし、頑張ってもらいましょう。これ届くんじゃない、攻撃。掃除に行くぞ。ほら届く届く、こっそり奇襲しましょう。ナイス、これぞシャミアちゃんっていう活躍だよね。ナイスです、シャミミンミンザウルス。ハンターボレー、なんだこれ、熱血バレーボールみたいな必殺技。熱血クニオくんのバレーボールみたいな。死にたいものから前に出ろ、まとめて切り捨ててやる。フェリックス君、いつからそんなキャラになったの。私は主君を信じて戦う。うーん、かつての仲間がまたいますね。やだやだ、聞かないから来ない方がいいよ。あらあら、馬刺し。頼りになりますね。ま、地獄でまた会おうぜ。おい。そして久しぶりの出勤、イエリッツァ君。相変わらず強い。来た来た来た。フェリックス君は徒歩だからちょっと遅れてくる感じだけど。どうしよう。フェリックス君の攻撃範囲、この中に入りたくないね。でもそうしないとこいつやっつけられないよね。前に出ちゃうとフェリックス君に切られちゃうよね。一応ダークスパイクでやっつけられるけど、やっつけられるっつうか敵も攻撃してくるのか。距離を取って攻撃したいな。 A ちゃん行ってくれる。あ、相手本持ってんのか。
まあ、いいや。我が身は国を守護する王の盾、敵を打ち滅ぼす王の槍。なんか呪文みたいなの捉えてる。フラルダリウスの名にかけて貴公らを撃たせてもらう。もうやってみろ、オーラ。うおほほほは、すげえ魔法だ。だが効かぬ。ここまでか。変化。僕は勝利を。どうでもいいけど、なんか華僑院に顔似てない？倒れたか、親父殿。あんたの分まで俺が戦ってやる。ごめんね。ごめんね。でも戦争ってそういうもんだから、ちょっと割り切ってくれ。フェリックス君、頑張れば仲間になれたのかな。ちょっと待って、広告が入った。普通にブラウザとか開いてないのに広告が出るのはちょっとおかしくないかい。あ、なんだ。あ、なるほど。こんなところにも敵がいたか。まあ敵がいたのは知ってたんだけど、どうしよう。じゃあこうする。リシティアちゃんで後ろに隠れておいてって感じだな。うん。戦場を広く見なくても。そして別動隊はどうしようか。スイッチがあるけど、このスイッチを押したらどうなるの？罠を制御する装置？ちょっと一度押してみる。解除。おや、まだ罠は動いているようですね。他にも破壊すべき設備があるのでしょう。はいはい、ペトロちゃんナイス。さすがちゃんペト。じゃあ後の戦いが楽になるようにさ、こいつらやっつけよっか。チャンペトもね、協力してくれい。チャンペトちゃう、チャンドロ。戻ってきてもらって、はい、ターンエンド。貴様のターン。俺の前に立ったのならば切られる覚悟があるということだな。おお、やってみろ。あ、やばい、結構強い。呪い。わあ、死なないで。先生、私の道の先へ、皆を頼んだ。まさか必殺が発動するとは思わんじゃないか。敗北しました。はい、結構戻るな。俺のプレイヤーフェーズ開始まで戻んの、めんどくせえ。有利を思います。はいはいはい、もう聞いた聞いた聞いた。必殺の一撃を放ってくるから、ロドリゴは別の方法で倒さなきゃいけないというわけね。アドラステア皇帝マイル、取り囲む形で。戦場に立つ以上覚悟はできている。あ、攻撃できる、ここから。あ、こうやって倒せばいいじゃん。我が身は国を、はい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 、聞いた聞いた聞いた、はい、全部聞いた全部聞いた全部聞いた。いいね、弓便利だね。再び死んだ。聞いた聞いた聞いた、全部聞いた。ごめんね。でも君たちがいけないんだよ。聞いた聞いた聞いた。君たちがエーデルガルドちゃんをやっつけるからいけないんだよ。死ぬ。自分の息子が俺の、どう攻めましょう。
俺のさ、うちらのリーダーを殺したからお前二度殺されたんだよ。急ぎましょう。眠っちゃダメだ。かわいそうに親父さん二度殺されちゃった。あと何度戦えばいいのかしら。掃除に行くぞ。ごめんよ。あ、すごい56も食らうんだ。死なずに済んだ。さあ次だ。あ、そうそう、フェルディ君のレベル41って書いてあったでしょ今。あ、来た来た来た。城内の至る所に罠が。厄介ね。でもこれだけ大掛かりの罠であれば仕掛けを制御する設備があるはずよ。罠か。あ、もう制御しよう。1個制御しました。別動隊で罠の解除に向かいますか。どうしよう。遠距離から狙撃するのが一番だよね。俺の前に立ったの。もう聞いた聞いた聞いた。ほら必殺の一撃を返してあげるから。ギャーって死んだな。俺の剣は届かないか。うちのリーダーの首まで届いてたんだよな。首跳ねてたんだよな思いっきり。魔法でやられちゃってさ、届かないって思うかもしんないけど、思いっきし届いてたんだよな。てかなんでさ、王国のさ、人たちがここにいるんだろう。来たよ、おっさん来たよ、おっさん。ジョフィーケのおっさん。ジョフィーケのおっさんはじゃあ、ミステアちゃんにつけてもらおうかな。いやー面白かった。それでこうやって動かしてシャミミンミンザウルスをシャミミンミンポジに持ってってレベルを上げてって、うん、傭兵にとっちゃ力が全てだ。はいはい、大きく前進させましょうか。ここで右と左に分かれるのも悪くないですね。回復できる人はいないね。回復できるけどくだらないね。こいつらどうしよう。チャンペド一人でなんとかできる？ランスじゃダメだな。剣だな。あー結構食らうのね。まあ命中率低いけど。頑張ってやって。つけられる。これで食らったら引きましょう。ルダです。うん。障害解除です。オッケーオッケー。これならチャンペと一人に任せてもいいかもね。皆のため破れるできません。こう誘い出しといて。よし、じゃあ上のやつらやっつけるか。あのでかい巨人にねメティオ一発ぶちかましてやりたいんだけど、でも多分あいつ回復するよね。だったら上の連中にあ攻撃を一発ぶちかましていいんじゃないか。ほい、オッケー。トマホーク持ってんのか。遠距離攻撃持ちか。怖えな。ガシャンガシャンっつってやられた。よろけてる音。お主のような若造にわしを殺せるか。ローベハン。首ひげ。灰色の獅子グレンダル。マイル。あ、投げてくんのか攻撃。結構効くな。おっさんのくせに肩はいいね。おい、切り刻んでやりましょう。
これなら問題ないね。なんかここ妙な色してないか。これか仕掛け。まあいいや、こっから攻撃を当てるので当てに行きましょうか。 79% か。はい、あーグレートナイトですね。道理で硬いもんだ。身の小じゃな足が軽いなこのおっさんは。内野手みたいな動きしてる。この世界で言うとこの今宮健太か。まあいいや、そうですね、右の方に敵がいますね。ここはちょっと左右に分かれますか。その場その場で決めていく感じでいいかな。あとこいつらの攻撃範囲が気になるな。バンシーか。この仕掛けを解除するにはかかりそうだな。一応サンダーで攻撃できる。サンダー弱いね。確かに弱かったですね。メティオでもう弱らせてあったから弱かったですね。まだ足りぬ。守備29とかやべえな。ゴリゴリですね。あ、奇襲できんじゃん。トロン2発撃てんじゃん。片方が必殺になってくれればもう倒せちゃうよ。まあそんな都合よくはいかないよね。ライナロックって技なんだ。技っつうか魔法っつうか。はいはい、ですね、ヘイヘイ、銀の斧持ってるやつもいるし。でやっぱり怖いのがここにいるイングリッドちゃんですよね。グリッドちゃん、イングリッドちゃんことグリッドちゃん。だ俺とエーデルガルトちゃんで左右で分かれますか。もちろんヒューベルト君はエーデルガルトちゃんの方についてってもらって、シャミアちゃんは俺の方、好みだから俺の方。リンハルト君はなんか誰をどこに行っても回復できるようなポジションを確保したいところ。助かるよ。はいはい、足を組み直してる間に、回復してくれましたね。ほいと、あとは、チャンペトだけかい。よし、チャンペト成敗タイム。チャンペト成敗、成敗、成敗。いざとなったらヒット&ウェイができますからね。お、来た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 。うわぁ効くな。ちょっと待って、逃げながら戦ってるぞあいつ。頭いいな。はい、チャンペトちゃんの特技オーバーキルでございます。馬刺し確定。チャンペトもレベル40ですか。上限が40じゃなかったことにびっくりしました。素早さ40はもう神速の域。チャイナロック。わあ、戦いに終わりなんてあるのかしら。ドラゴンボールみたいな攻撃の仕方ですね。強くなるたびにまた戦場へ。うん、その繰り返しね。そうだね、おにぎりだね。なんでおにぎりって言ったのか分かりません。おい、当たる範囲だったのか。うわあ、
読んで耐えてくれて。聖書って書いてある。聖書じゃない、聖盾。やべえ。怒ってる怒ってる。ここまで来たら多分絶対絶命の場面かしら。ここまで来たらちょっとあれだよね、届かないよね多分相手の攻撃も。必死の攻撃。よしよし、多分大丈夫。あとは満場目サンダーをして、はい、焼き尽くす。うおー、出たオーバーキル。オーバーキル好きね。はいはいはい、この床なんかありそうなんだよな、踏みたくないな。シャミミンミンザウルスなら攻撃届くからさ、ちょっとやっ攻撃してみて。おい、おい、うえどこに食らったんだよ攻撃。シャミミンミンザウルスがピンチなのでちょっと駆けつけましょう。あとあの魔物はまあちょっとびっくりしましたけど、思ったよりは強くなさそうですね。ちょっと回復できるドロテアちゃんを。さすがに範囲外ですか。これで戦える。そしてあのずる賢いおっさんですよね問題は。いけいけ、ぶっ倒せ。ギリギリ足りないか。33+11、あ、足りる足りる、オッケー。当たれば足りる、当たれば足りる。フラグだった。当たれば足りる、それはフラグ。じゃあこっち来てもらおうか。おい、罠がどれなのか分かりづらいね。うお、そんなことしてくんの。ギアーギアー、当たり屋じゃんこんなの。うわー、こっち来た。ちょびちょび回復して待ってて。くそ、動けない。計略のせいで動けない。狡猾なおっさん。この馬がピョンと跳ねるのが可愛らしいですね。馬術競技を思い出します。勢いはつけますか。です、ですです。あなたに待つのは死あるのみ。そう、ですです。オッケー。でこいつなんか怪しいんだよな。だけどハデスオメガ打ちたい。一応回復してポイントを稼いでおきましょう。袖の振りが早いですね。でちょっとリンちゃんは移動しつつ、いや移動しなくていい。フェルディ君の回復に向かってもらいましょう。オッケー、全回復。ち
ょっとこの罠踏みたくないな。オッケー、仕留めて仕留めて、仕留めたら多分前進できるからさ。オッケー、未来のためも悪くない。オッケー、さすがです。ボルガノンならやっつけられるんじゃない。オッケーオッケー、で時の攻撃もそんな食らわないと。オッケー、燃やし尽くしてやりましたわ。消し済み。相手こっち来ましたね。この床は何なんだ本当に。馬が通れないとかそういう感じ。まあいいや。ヒット&オエ作戦でいきますか。攻撃してすぐ引く感じで。邪魔だハル。うーわ、とんでもねえ、とんでもねえ。人間対ガンダムみたいな、そんな戦いになってきましたね。無理しない方が良さそうね。ああ、無理しないで。一応こいつに喧嘩売れるけどやめとこう。はい、おこっち来た。エーデルガルトちゃんの鎧気持ち悪くね。あ、こっち来た。優柔不断だな。